今日は先生、はい、今日はドッキリシリーズです。は、今日は何をさせる気ですかね。今日はですね、はい、僕が選んだ一風変わったデザインの牡蠣を使って、はい、ぶっつけ本番で生け花をしていただこうと思います。牡蠣を何用意したってこと？そういうことですね。新しく用意しました。しかもめっちゃ変わった形で、正直生け花しにくいと思います。牡蠣なの？そうです、牡蠣です。では紹介します。こちらです。何これ牡蠣です。これ牡蠣なの？そうです。すごいね、これこんなのあったの。はい、変な形の これはね、やりづらいね。パッと見ね、まあこの僕が大嫌いなこの平べったいっていうね、まずね、何これ、富士山だからなんかエイとかにも見えるね。まあ牡蠣なんだろうね。でもね、これね、なんかもう富士山大爆発みたいなのしかイメージができないけど、とりあえずじゃあやるしかないので、お花買いに行きますか。はい、はい、じゃあ行きましょう。ここはあの地元の松陰神社、まあ、世田谷区の中では立派な神社のね部類に入りますね。ここあれ、肉の染め屋さん。お肉もお惣菜も美味しいんだけど、僕のおすすめはね、ちまき。ちまきマジでうまい。桜にしようかな。シジューム。どうしようかな。じゃあ、オンシジューム。オンシ？はい。大体こんな感じ。日本行っときますか。あと、このブプレリウム。はい。800円です。まあ、とりあえず行けてみましょうということで、選んできた花材ね。これはオンシジウム。黄色が綺麗だね。この牡蠣、むずくて、まあ、どうしようもないっていう感じでもあるんだけど、入れづらそうだしね。ちょっとこう動きがあるやつ、花材というかね、がいいかなと思って選んでみました。動きしかないよね、これなんかね。どうなるんだろう、これ。とりあえず入れてみますか。あ、ほら、とりあえず入れるとこう真横に行っちゃうっていうね。この牡蠣の形的に正面から見ると、まあ、こんな感じなんですけど、真横に行くよね、まあ、だから前後奥行き出すのは非常にやりづらい牡蠣だなっていうことですよね。大変。まあでもちょっとやってみます。ちょということで、ちょっとここに引っ掛けて少し折りますか、ね、こんな感じで。ちょっと前に来たの分かる。これ僕の今努力で、でこれでどこ落とすかっていう話ですよ。正面からちょっとやっぱりこれが重いっていうことですよね。だからこれとこれ2つは多いかなっていう理由ですね。これを落としましょう。こっちも後ろ2つ多いよねっていうことで、これ取っちゃおうか。ちょっと軽くしてあげると、後ろ落とそうかな。でちょっと間引いたりしてってことですね。まあでもこの青い色にこの黄色は映えそうなっていうね感じはしましたんで、もう一本入れましょう。普通にこれか、先端のお花付きところは。こういう横枝ね、見れる、カクってなってるよね。ここがやっぱり前に来てくれるってことだよね。こういう花瓶に入れてもここを使う、止まるよね。こうなるとさ、わかるかな、ここの青いのに黄色がめちゃめちゃ入るということですよね。この青い面の前になんか色を持ってきたいなっていうのがポイントで今考えてたところ。下に向くぐらいね、行ってくれるといいってことなんだけど、なかなかね、そうすると落ちちゃうしね、とかね。こんな感じ。どうだろう、前に来てますかね。
これね、この2つ今入れましたと、ね、来てますね。なかなかいいんじゃないですかね。あともう1種類買ってきたのが、知ってるこれ、草です。草まあそう言ってみれば全て草なんだけどさ、これはね、ブプレリウムっていう、これもなんか動きがあるよね。ちょっとこういうのに頼ってしまう。あ、飛び道具感があるんですね。飛び道具感、あ、いいね、いい表現。そういう感じで入れていってみましょうと。あ、これは悪くないね。ちょっとやっぱ前に欲しいんだよね。お、とりあえず今2本入れたこんな感じ。なかなかいいかもね。今2つ。もう少し行きましょう。花瓶の中をこうなんか想像しながら、ここにこう止まったらどうなるかなっていうのをね、自分の中で一応仮説を立てると。で、やってみてどうかと。ああ、で、こういうことになるじゃない。こう、うまく止まんなかったりしてしまう。で、この時に2つぐらい選択肢があって、1つは諦めるってことね、こいつね他のでなんかどうにかするっていうことと、あとはこうプランが違ったってことを折ってみようかなとか、ちょっと短くしたらうまく収まるかなとか、入れる位置を変えようかなとか、もう少し粘るっていうのがもう、ただね、粘りすぎてもいいことがない。ちょっと逆でいってみましょうってことですね。これかな、逆に可愛かったから消しちゃうよねとかね、他とのバランスですね。ちょっと他の方がいいかなと。ね、やっぱりこれ予想通り苦戦したね、やっぱりね。暴れつつも、なんつうの、自立してる感、全部がを作りたいっていう感じの今苦戦をしてるところですね。これでちょっとだけ切ろうか。こっちから。あ、止まった。これは本当にでも止めるのも難しいし、大変なのを持ってきたね。こんな感じですかね。あれあれあれなんかちょっと直したいってなるとちょっとずれるっていうね、感じだよね。これどうもここがくっついちゃってるの嫌なんだよね。ちょっともう一回最初からやっぱね、あんまり粘らないっていうのが大事なんだけど、やっぱ粘っちゃうんだよね、どうしてもうまくいかないと。もう一回最初からいきましょうと。はい、まあ一応これ中にさらに動きをブプレリウムつけたということですね。はい、ちょっと疲れました。あのやっぱりね、このどっかやっぱ壁にぶつけたりして止めるんだけど、特にこっち側もこっち側もどん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 行っちゃって倒れちゃうのね。だからこういうのとか止めるのすごい難しかったですね。花瓶なのかなこれ。いやー、これはもうあんまりやりたくないだから前に出すの難しいしね、ここからこんな感じ出すのがやっぱり難しい書きでしたね。これは良い子は手を出さない方がいいですね。まあ、だからあとはね、こういうのね、例えば桜の枝だけとかね、わーってひたすら
こう放射線状に入れるとか、そういうの向きでしょうね。あんまりこう普通のお花、バラとかそういうの入れるのかな。なんかこうさらにこれが花器自体がね存在感あるからアンバランスになっちゃいがちな気がしますね、短いお花だけだとね。まあちょっと僕はこんな感じでやってみましたけど、いかがでしたでしょうか。はい、あんまり変なの持ってこないようにまあでもいろいろチャレンジできて楽しかったです。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。